さて、倉敷市の美観地区を流れる倉敷川で、夏の観光シーズンに向けた柳の剪定が始まりました。倉敷美観地区の柳の剪定は、倉敷川沿いの140本余りの形を整えて景観を保ち、風通しを良くして病害虫をつきにくくするため、年3回行われているものです。今回は夏の観光シーズンに向けた作業で、市から委託を受けた業者が脚立や高所作業車を使い、伸びていた枝や葉を揃えていきました。初めてここに観光に来たんですけれど、やっぱり柳の木もさっぱりして、気持ちも落ち着いて、いい観光ができました。柳の剪定は18日まで行われ、すっきりとした姿で夏に訪れる観光客を出迎えます。